皆さんこんにちは。今回はついに真剣勝負のミトが出たということで、ちょっと挑んでいこうかと思うんですが、まあだいたい真剣勝負やるとき、まあなんとなくこれこういう編成かなっていう編成で固めてきたんで、いつもだいたい、あ、これちょっとあれだな、カオスグリームアイズ用のモッド中身になってるな。まああれですね、指輪スイッチ、威力プラスのやつと、あ、これはこれもスイッチ威力上がるやつにしとくか一応、まあ、あとはね、不沈の障壁が非属性増加だから、まあこれ非属性使うときに、いいっていうやつで、まあちょっと、クリ率 300% もいらないな、そもそも。ね、作詞でクリティカル出していくんで、ね、2枠だから、これか、クリダメ 120% のやつを入れて、これで準備完了かな。まあ、あんまりね、強くないと思う人ももしかしたらいるかもしれないですが、まあ、ここね、勇気2枚入ってるのは、この、コネクトが、勇気2枚条件で、非属性ダメ 150% 上昇になるんで、まあ、入ってますと。で、まあ、裏セットなんかいろいろめちゃくちゃなんですけど、まあこれですね、作詞バフみたいなやつ、これをかけるためだけですね。なんか前のイベントのためのキャラのなんだっけ、スコアアップの、そう、スペシャルボーナスかのために入れてたやつがまだ残っててちょっと適当なんですけど、まあクリバフかけるためなんだけなんで、まあ最初はちょっとね、そうですね、ミトの、動きをちょっと見てから、本当にその初見なんで、まあタイムアタックじゃない、まあこれ一応動画撮ってるのは、初日なんですけど、まあなんかまあ動画多分2日後くらいに出てんのかな、なんかガチャ動画とか撮ってるから。おお、鎌で攻撃してますね、ミトさん。あ、こんな感じなんか緑なんですね、なんかエフェクトっぽいのが。これ突属性が弱点で、まあ大体この真剣勝負系は突属性が弱点で、相手の、武器属性が残属性って感じなんですけど、まあなんかぶっ刺したら多分人間結構貫通したらきついのかなっていう感じがなんとなくしますか。あー、なるほどね。あー、これどれくらい食らうか気になりますね。あ、ちょっと食らってみるか。これどれくらい、あー、半分も削られましたね。まずいね。半分も食らうのか。いやー、ちょっとカオスグリームアイズが1回で2、3万ぐらい食らって。で、これがまあ5万くらい食らったから。あー、でも結構、火ダメ的にはカオスグリームアイズよりこっちのがちょっと上かな。まあ、連撃分ね。連続で食らっちゃったから。まあ、そうですね。そこそこ。あー、やばい、怖いな、ちょっと怖いな。ちょっと、まあ、こんな感じで、ちょっと、わっ、おっ、ちょっと怖いんで、先に、バースト打って、無敵時間稼いで、ちょっと、この、コネクトすり抜けテクニックが、なんかキャンセルされた、危ね。うわ、怖い。あ、ちょっとスザクで無敵にならないかな、回避 100% とかになるかな。これで倒せるはずだけど、もうちょっと見てみたい、ミトの攻撃。あ、かっこいいな、なんか紫のエフェクトも出るんだ。あ、かっこいいね。あー、なんかかっこかわいいですね。おー、いいね、このイベントいいっすね。なんかミトのさ、この 3D モデルって最初出てからさ、ずーっとミト何も使われてないじゃんみたいな言って俺たまにそういうツイートをしてたんですけど、まあようやく出てね、で武功の勲章がねもらえると。で、俺武功の勲章本当に欲しくて、最近メモリア小石が本当に足りないんでね、すっごいありがたくて。あ、これし、これか、武功の勲章ね。ね、メモリア大と中がね、もうすでに交換終わってて、まあ小、まだ交換してないんですけど、まあ小はね、いいかなって感じで。でもね、これね、
まあなんかコロッサスの方もね、実装っていうかイベントやってて、ミトと一緒に戦うらしいんですけど、まあ、これどんな感じなんだろうな。これ弱点属性なんだろう。残水か。まあ見に行くだけちょっと見に行ってみますか、どんな感じか。まあ別に倒すとかじゃなくて、まあ得位値なんで、この突属性の装備だとあんまり、これミトは攻撃してダメージ入んのかな。ミトダメージ入ってんのこれ。これはなんか、え、入ってんの、演出だけかなこれは。ただのこれコロッサスぬっころ集会ですね。ただのコロッコロ集会ですね。いやでもなんかミトと戦えてよかったですね。なんかモーションのね、なんて言うんだろう、エフェクトの色とかなんか綺麗でしたね。すごく良かったと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。